ファミコンソフト大全集。どうもたぶやんです。ファミコンウォーズ続きやっていきたいと思います。収入差はね3万と2000なんですけど、ちょっとね前回から苦戦しておりまして、膠着状態が続いております。さあ行くぞ。補給済み。地上部隊が足りないんだよね。撃て撃てー。戦艦ね作ってもちょっと遠いからな遠いもんな。どうしよっか、これ嫌ですね。傷つけられるか。ダメだね揚陸艦、飛行機には強いんですけどダメだな。これ爆撃機をいっちゃうかも。撃て。あと2匹。揚陸艦で2は無理かな。まあちょっと行ってみようぜ。自走砲に撃たれるのか。あー惜しい爆裂音だけは響くんだけどな。戦艦が回復。12345でもちょっとぐらいというか、行ってしまうか。いけいけいけ。歩兵死んでるここまでいける？ああいけない、届かない届かないな。戦闘機空を守ってくれ。退却できるかな。こっちはいけるね。よっ OK。どうしよう、ここを守っとこうかな。回復。さあ砲兵、戦闘砲兵到着。よっと実装砲。補給車いないのか。補給車は死んじゃったのか。戦死しましたね補給車補給車1台いるな。補給車遅ればせか。補給車ねもう間に合わないかな。いやまだ結構時間かかりそうだからね戦い。よっと爆撃機を作ったんだね。よしで実装砲。あ補給車作ってるやん前前回のこと忘れてる。次何作ろう。こっちの方が近いかな。こっちだね近道。何作る？爆撃機かな。どうだろう。いや戦車 A 作るか。戦車 A。 それからねどうする。装甲輸送車結構いったけどな。あと敵の陣営としては飛行機多いね。もう一個戦闘機かな次ぐらいね。で戦車が多いから戦車 B やっつけかな。そうだね。あと占領するためにもあと装甲輸送車作ろうか。1個でいいか。 OK そんな感じで。さあブルームーンファミコンウォーズ B 面いきましょう。B 面雑談コーナーですよ。何喋ろっかな。ファミコンウォーズ久しぶりですね。皆さんもネットカフェとか行きますかね。ネットカフェ最近僕もね月1回ぐらいネットカフェ行くんですけど、まあ自分のね読みたい漫画をスマホのメモ帳にメモしながらね、几帳面でしょ。何巻まで読んだかわからなくなるんだね。1ヶ月経つとなんかあれこれ先月読んだかな、アイアムアヒーローの5巻とかね。なっちゃうんで、一応1回読んだ漫画でもね喜んで読んでしまうんでね、全然進まないということに陥るんで、一応メモはしてますね。まあメモ忘れる時はね来月も同じとこ読んで喜んでるんですけど。それもネットカフェもあるんですけど、2016年ね、今年ちょっと試してみたいのはね、コミックレンタルですね。TSUTAYAが近くにあるんですけど、そこのお店はまあ中規模ぐらいのお店で、コミックレンタル始めました的なことが書いてあって、でそんなにね数は多くないんですけど、人気の漫画が取り揃えられてて、ああ爆撃やられる、これ計算ミスですね、えらいことだ。まあそれファミコンウォーズはコミックレンタルね。でまあ、1泊2日もしくはね7泊8日でとかいうのがあって、で結構高いんですけどね、10冊まとめて借りると、7泊8日で、1冊60円で借りれるというね。別に私TSUTAYAの回し物でも何でもないんですけど。あ、それだったらその10冊で7泊8日で600円なんで、まあネットカフェっていうと1時間分ぐらいの、値段で借りれるんで、まあネットカフェのねまあネットカフェ難民になったことはないですけど、仕事でね終電なくなったとかで泊まるとかねいうのはしたことはありますけど、まあやっぱり自宅の方がね落ち着けるというかね、さすがに居心地のいい場所ではあるんですけども、家で読む方がのんびりできるかなっていうのはあるんでね、結構ねうるさい時とかあるんですよね。ネットカフェの個室になってますけど、まあ仕切りだけですからね、夜はいび春はねいろいろあるんですよね。ファミコンウォーズ A 面戻りましょう。さっきの失敗したね。一番やってはいけないことですね。戦闘機の範囲内に爆撃機が入ってしまうというね、初歩的ミスを犯してますよ。よくないな。ちょっと集中力がね抜けてますね。だからちょっと伸び伸びになってるんじゃないか。これはお叱りを受けてもしょうがないですよ。これ誰にどこ行った戦闘、あっでこっちの戦闘機は届かないということか。まあいったな、これ届かないっしょ多分。うわーちょうど届かない位置にいる。最悪ですね、最悪だ。まあいったな。これやられましたね。そのために揚陸艦がいるんですよこれ。撃て撃て撃て。ああちょっと揚陸艦も撃たれてる。やばい、苦戦してますね。あ、戦闘機撃てるのか。戦闘機撃った方がいいのかな、戦艦で。あんまり当たらないような気がするんですけどね。あ、届くな。撃っちまえ。増援が来るまでちょっと苦しいですね。ふいー、まいった。あ、届くぞ。よし、自走砲に届く。これベストな組み合わせなんですよね自走砲 A に対して戦車 A をぶつけるという、これはいいよ。これ倒せるでしょ。よーし、揚陸艦頑張ってる。ということで安全を確保したので戦車 A が、あ、戦車 A じゃない、ごめんなさい戦艦が突っ込める。対空ミサイルが怖いけどね、ここあたりで対空ミサイル数えときましょうねアナログですから12345、ここはいけるんだね。ファイヤーエムブレムみたいにね、射程がわからないんでね。移動12345、あーダメじゃん、戦車にやられちゃうじゃん。補給したよね。うん、じゃあこの辺りか。あ、やられてるじゃんこいつまあいったな。悩ましい。退却してと当社でやっちゃおうか。やっちゃえやっちゃえおお素晴らしい。今日一ですね、今日一番今のところでで、これで占領。ちょっと時間かかるけどな。戦車 A が1台到着。これは降ろさずにもう1個行こうか。爆撃機は復活。よーし、復活いけ。こいつはもう一旦待機かな。これ残念だね、クソ。これ戦艦で戦闘機を撃つかこっちを撃つかね、悩むんだけどな。こっち撃とう、実装砲。戦闘機 B を逃すのはちょっとね痛手なんですけど、まあまあしょうがない。これは退却するしかないな。悔しいね。いいよっと。補給してと。爆撃機もう一丁いくぜ。っていうことはね、戦闘機かな、このターン作るのね。なんとなくなんとなく戦闘機作るか。もう一個ね、安全のためね、国の安全を。もう一個戦闘工兵。あれ、この辺に戦艦いなかったっけ。いないね自分の都合でいない。よし、しょうがないな。ね、うん、最近ね、大人になってというかね、まあ、中年になってなんですけど、漫画はね、時間をかけてなんか1話ずつじっくり読むのがね楽しくなってきて、だからね、さっきコミックレンタルって言いましたけど、まあ、それも本当はね、お金があれば購入するのが一番かなと大人買いですよ、大人買い前も言ったかもしれないですけどね、おいしんぼをね100巻まとめてね買っちゃったんだよね最近2015年の冬にね買っちゃいましてね、今もう20何巻まで読んだんですけどね、なんか動画作りながらね、動画1個作って、ご褒美に1話読むみたいな感じかな。で、1話1話がね重たいというかね、本当はね、まあ、習慣で読んでたりすればそうなんでしょうけど、得てしてね、若い時だって言っても、まあ10代とか20代でね単行本を読んだ時は頭に入ってなかったんですよね。なんかこうさらーっと読んじゃう感じですね。うん、多分ゴルゴ13とかもそんな感じかな。ゴルゴ13 もう正直なんでしょう、もう連続して読んでるとストーリーなんかもうそっちのけで、なんか「ゴルゴ13」がその1話攻撃するとこだけ分かればいいみたいなね、うん、作者に申し訳ないこう読み方してましたけど、もうさすがにねこの年になるとね、1話1話のねこうかみしめてね、うん、読んでますよね。なんかパスタの回だったら、そのパスタのね醍醐味ですよこのバジルと絡ませた時のこのパスタをね茹で上がってすぐこう入れるねオリーブオイルをこう垂らしてるねフライパンを温めた状態で素早くこのパスタのお湯を切ってね入れるという解説がちょっと下手くそですけどそんなことしか思い出さないですけど、そんな感じですね、うん、1話ずつ大切にこう漫画を読む楽しさがね分かってきましたね。まあ、私の動画はさらっと流してくれたら大したことしてませんのでね、うん、炊事洗濯しながらこうテレビとかねスマホとかタブレットで見るということをしていただけてたらと思いますけどねさあ A 面に戻りましょう。状況を確認しましょう。全然一つの街も取れないんだよね、さっきから。対空ミサイル撃ってしまいたいな。か、ここ、どうしようかな。これでちょっと守った上で、陸に近づくか。届かないの、まだ届かない。また同じことやってる全補給済み。これ打てないね。うーん、で喋ってて見てなかったしね。どうなった？こんなに減る。なんか攻め込んできたね。おいおいおい、どうなってるんだいこれちょっと退却しよっか。こいつめもう戦闘機 B あれじゃない。ああ、やられた。返り討ちにあった。もう弾な、あ、やっぱり弾ゼロだ。弾ゼロだけども長攻兵落としやがったな。後ろに戻って撃破できるか。 OK、 弾切れにさせたのが大きいよね。これはナイスですよ、揚陸艦頑張ってるよ君。最後の最後まで。あ、ヘリ撃ち落とせんの？撃ち落とすか。まあまあそこそこやれるんだね、対空戦でも。あ、こいつ占領しようとしてる。嫌なやつだな。自走砲が2段構えで待ち構えてるのか。あ、町の上に乗ってんの嫌だな。どうしよっか。届かない。ここに入ればね、一応一番前線の自走砲を潰そう。ここはちょっと守っておきたいな。こいつ自走砲で撃たれるのか。多少のダメージは仕方ないか。ここを守っといた方がいいよな。いやー、苦戦だこれは。きーでこいつやっつけるか。こいつをやっつけないと戦闘工兵を倒しにいけない。よし、ここ道が開いたからこいつをやっつけよう。誰がやっつける？こいつでいいか。よし、オッケーオッケー、守りました。こんな空港取られてる場合ではないのだ。これはね、降車、こっちか。パズルみたいになってきましたね。これはね、どうしようかな。ここに置いてね、どうだろう。あ、これ対空ミサイルの範囲か。12345か。こいつが12345、ここに来るんだね。参った。ここの上だったら届かないはず。ここだったらあ、惜しい、惜しいな、悔しいな。ここまで行ったんだったらちょっとこいつ倒したいね。もうここに行くとでも自走砲で撃たれるな。撃たれるけど倒すというね、攻撃的な布陣で、そう、こういう奏者が犠牲になってくれれば次のターンでね仕返しできるから。もう一旦回復だね。こんなところか。よし、あらかた片付いたぞ。町の上に止まってと。行くぞ。まだ降ろさないでおこう、この2人はね。ちょっとガソリン少ないけどまだいける。さあもう一個来たよ。爆撃機、あ、ちょっと前行きすぎか。後ろ側で待機しようか。自走砲も来たよ。あとはもうだいぶ充実して、こいつらがとね到着すればだいぶ充実した。燃料ないけど大丈夫かな。どっかで補給しないと。よいしょ。歩兵でちょっと心配なんで戦闘機をね多く作りましたから、もうどんどん爆撃機投入かなこれからは。爆撃こんな感じでいきますか。さああと1ターンぐらいやりましょうかね。28日30日までに終わらせたかっただけどね、くそ。さあ B 面、まああんま話すこと大したことないんですけどおいしん坊のね読みすぎてね、なんかねスーパー行って買い物の調子乗ってしてしまうんですよねなんかパスタとかねなんか買い物するときね、どんなこう買い物リストみたいな書きます？皆さん僕ね結構ね忘れちゃうんでねもうしてたんですけど、そんなにね買うもの少なかったらね、家めちゃくちゃ近いんですよね。結構中型のスーパーが家に自宅から近いんで、もう5分ぐらいで行けるんでね、口ずさみながらね今日は、バジルとパスタとあと、お塩とあと今日水曜日だからマガジンを買おうかなバジルパスタ塩マガジン、バジルパスタ塩マガジン、バジルパスタ塩マガジンって口ずさみながらねいきますね。バジルパスタ塩マガジン、バジルパスタ塩マガジン。あー爆撃機またやられてる。嘘でしょ、計算間違ったね。またこれがあるから怖いんですよ、ファミコンウォーズ。ファイヤーエムブレムとか最新ゲームだとね、敵の攻撃範囲がね赤く光ってくれるんですよねファミコンウォーズのね、最新ゲーム、ファミコンウォーズ最新ゲームでもないかな、任天堂 DS でファミコンウォーズ DS っていうのが出てるんですけど、それもね確か範囲を結構教えてくれた、表示はされてたか覚えてないんですけどされるんです。やられたなまたさっき数えてたのにね、12345って。あれか、街の上はね移動力2かかると思ったんですけど1でしたねバジルパスタ塩マガジンの歌ねバジルパスタ塩マガジン、バジルパスタ塩マガジンっていうのを心の中で口ずさみながら5分間ね。はい、 A 面に戻りましょう。さあこのターン最後にしましょう。やられたねこれ、爆撃機がほぼ全滅状態退却仕切り直し。あ、爆撃機、相手の爆撃機も来てるし、でそういう時に限って戦闘機いないし、あ、戦闘機の配置が悪いなこれっていうか、あっそんなことない、届く。でもその代わり高射砲にやられるけど、そんなの関係ねえ、小島よしおそんなの関係ねえ。よし、仕返ししてやりました。でその代わりチーム戦で高射砲を撃たないよね。これこいつをやっつけないと戦闘機がまたやられちゃうから。よし、届かないねこれ届かない。こんなやつ戦車 A で やっつける必要ないでしょ。どうしよう、ややこしいな。もうランダー戦ですね、こうなったら。一人一人がチームのために動けばいい。自分の身を犠牲にしてね、戦いましょう。これは届かないね、これ参ったな。こいつ回復するな。2つしかやっつけられない。くそ、街に配置された自走砲は嫌だね。もう一発いくか。いけいけいけ、全滅か。よし、一気に撃破すればね、ここまで占領すればね、もう勝ったも同然なんで。よし、占領しよう。ここは占領、まだ次のターンかな。よし、こいつあとどれくらい。あ、でも爆撃機いるしな。あ、倒したよね。全速前進、護衛なしで。もう揚陸艦は頑張ってくれたから。戦闘機が爆撃機には届かない、届かないよね。輸送ヘリ生き残ってたか。戦闘機がまた足りないね。こいつはあといくつ。あ、9もいるのか。これちょっと挟み込みに不足してるけどいくか。こうして降車、こんな感じで。よし、復活。これも行こう。ゴー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 。これはどうしよう。ここで待機しようか、あえてね。で実装砲を守る形でこうだな。こいつは邪魔邪魔邪魔。補給車は補給がしようと。よし、よし。何がよしなの。今日も占領できずか、街街占領したかったな。なかなか時間がかかるね。戦闘機 A かな。うん、戦闘機 A でいいね。よし、これでいいかな。忘れ物はないよね、忘れ物。揚陸艦。よーし、もうすぐですね。収入は増えずということで今回はここまでにしたいと思います。ブルームーンのね、お別れしたいと思います。お別れの歌はね、バジルパスタ塩マガジンの歌ですね皆さんも買い物するときね、口ずさみながら行けば、買い物ね、奥さんにあれ買ってきてって言われて忘れないと思うんで、やってみてはどうでしょうか。それではまた、さよなら。バジルパスタ塩マガジン、バジルパスタ塩マガジン。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。